皆さんこんばんは。お休み前のひとときに夢の中まで古典文法、本日はこちら、判断力が求められる両音ということで、めちゃめちゃいい問題を引っ張ってきてみました。早速ですが解いてみてください。さあよろしいでしょうか。新しい入試に求められる3つの能力って皆さんちゃんと分かってますかね。表現力、思考力、そして判断力なんですね。この判断力って具体的に何を表しているかっていうと、複数ある情報をきちんとその場で必要なものだけこう引き寄せることができますかっていう、そんな能力が判断力で求められている内容なんです。で、まさに今回の問題なんか結構判断力大事なんですよね。ちょっと文章を見てみましょう。女グリーンと丸が使いに向かって読んだセリフです。もちろんこのセリフがちょっとでもいいから訳せないとまずいので、今回はある程度単語を頼りにしてくれて構いません。で、最終的には助動詞の問題に立ち向かうんですね。まず考えてみたいのが、助動詞の性質の中で一番大切なのって皆さん何でしたっけ。助動詞には接続があるっていう、これですよね。助動詞は上につく言葉の活用形が決まってました。今回チェックを入れておくんだったら、玉輪にチェックを入れてあげて、この玉はもちろん未然形ですよね。ということは、少なくとも選択肢の中で未然形接続になっているものを選ばなきゃいけないはずです。該当するものが結構あるんですよね。一個だけ仲間外れを探しておくと、マジがこの時点で選択肢から脱落しますね。マジの上は皆さんいいですよね。終止形ですね。終止形接続のマジだけを省いてあげて、残り4つ。じゃあどうしましょうかね。ちょっと文章を読んでみましょう。こんな感じです。女グリーンと丸は使いに向かってまずこう言ったんですね。主に消息聞こえんわって。今回の消息は挨拶ぐらいが一番無難です。挨拶、はい、つなげてみると、主人に挨拶を申し上げてくれませんかって、そう使いの者にお願いをしているんです。で、2つ目のパート、文は世に御霊は A だから言葉にて申せよ、そう命じているんですが、このパートを見た時にちょっとね、選択肢に大事な要素込められてませんかね。どういう観点でこの選択肢を分類していくかっていうのがポイントなんで、それがまさに判断力じゃないですかって。例えばムームズってこれイコール語ですよね。ムとムズは同じ水量の助動詞なので、どうやって使い分けるのって、そんな専門家レベルのような違いを求めませんから、1番と2番っておそらく選択不可能な選択肢になってるんですよ。で、さらにマシ、これは半日仮想の助動詞だよね。少なくとも1、2、3番は全部ひっくるめて水量系の助動詞というグループに分けられます。その一方で字、これだけはどんなグループかっていうと、こっちだけ打ち消し語のグループですよね。ってことは、大げさに考えてみるんだったら、1、2、3番グループを取ったら、これは肯定文が出来上がるはずで、反対に4番の字を使った場合は打ち消し語、つまり否定文が出来上がるはずだよね。肯定なのか否定なのかっていう観点で見てあげると、答えググッと近づきそうじゃないですか。これが判断力だって言いたいんですよ。やってみましょう。手紙は見る、だから言葉で伝えてくれ。おかしくないですか。手紙は見るのに言葉で伝えるんですか。そんな必要ありませんよね。ってことはだよ、打ち消し語ここに入れてみるとどうなるかって、手紙は見ないだろうから言葉で伝えてくれ。どうですか。手紙見ないんだから口で伝えてくれって、ぴったりニュアンス合っちゃいますよね。ってことで A に入れるべきは、打ち消し語を入れないと意味が伝わらないんだっていうことが、これで確実に見えてくると思います。
なので正解は4番の字であるというふうに綺麗に回答することができたのではないでしょうか。まあこんな感じでしっかりとね、助動詞の問題でありながら文脈を使っていくというのが今回の判断力のポイントでした。しっかりと夢の中でも復習してあげてください。それでは皆さん、良い夜を。おやすみなさい。